ってるんだよね。小学校1年の時から。今、モセちゃん、小学校1年。真田恵子。知らない。真田恵子。同じクラスの子？同じクラスの子。どんな感じの？どんな感じ？なんか気強そうな子でしょ。そういうのがタイプで。いや、あんまりそういうの分かってないですね。可愛かった。そう、なんかこうチューとかしてた。いや、そんなのないし。お姉さんもじもじしてた。もじもじしてた。全然ただ好きだなと思って。でもなんか結構そういう好きになって、割とそれをクラスで豪語してしまう癖があって。俺結構好きなんだなずるいね、それ言い出して、で結構相手が困ってる。いや、そりゃそうでしょ。なのが結構小学校の頃は続いてたよね。今そう言われて思い出したけど、それ嬉しくそれはね、言っちゃったもん勝ちですよね。可愛い。周りの人がだってそう思っても言えないじゃない。いや、どうなんでしょう。せこい、せこい。せこいね。なんか甘酸っぱいね。ね。まあ、別にそれで何があったっていうことは、小学校の時はなかった。まあ、小学生はね。そうですね。全くなかったですね。りょうくんはもう幼稚園の時から、VV でね。VV なの？付き合ったのは小3ですよ。小3って。やだ。付き合ったの？付き合ったのは小3。小3で付き合うってどういうところに行くんですか？彼女だよね。彼女と一緒に手つないで学校から帰ったりとか、 あと彼女の誕生日の家に、今でも覚えてるんですけど、花束買って、お小遣いで、ピンポン、めっちゃいい話やん。すごい、まあ、俺の金じゃないですか、ね、親の金です。親が面白がって、あ、行ってこいと、誕生日ぐらい花束を届けるもんだみたいな感じ。まあ、完全に親の差し金ですよ。そうかもしれないけど、子供にそんな経済力ないじゃないですか。花束を買うような子供。そうだね。親が片付けて。じゃあ曲に乗せて。